ドイツ、ベルギー、フランスを通って、もし私に十分な資産があり、自由市場での売買が可能なら、私はきっといろいろな国をそれぞれ丸ごとコレクションに加えていることだろう。国の境界線というものは戯れに作られたものではないことを私は知った。税関は好きでないし、パスポートの検閲にはうんざりさせられるが、その度に新鮮な魅力を覚えることも確かだ。国境を通過して新しい世界に入ると、そこにはそれまでと異なる家々や異なる言葉、異なる景観、異なる土の色、そして異なる自然がある。青い服の車掌の後ろから緑色の服の車掌がやってくる。2、3時間後には褐色の服の車掌と交代する。それは実に千夜一夜物語のようだ。チェコのリンゴの木々の次にはブランデンブルグの白砂の上の松がやってきて、どこかへ走っていくかのように風車が羽を振り、大地は平らに広がり、シガレットやマーガリンの広告板が目立つようになる。それがドイツである。それからツタの生い茂る岩山、人間の採掘で削られた山々、深い緑の渓谷、鋳鉄工場の建物や炉、太い塔の鉄骨、新しく噴出した火山に似た石の山というように、牧歌的な自然と重工業の産物が混然一体となり、ショーム、縦笛やカリオン、訴訟が工場のサイレンと共演してコンサートをしているようだ。それはベラーレンの作品のすべて、詩集明るい時、レズールクレールと伸びゆく都会、レビーユタンタキュレールそのもの、老いた詩人のフランドル風物詩のすべてである。自分の宝物を広げられず、すべてを一つのポケットにしまい込んでいる国、可愛らしいベルギー。子供の手を引く母親、馬に水をやる兵士、谷間の小さな宿、工場の煙突と恐ろしい塔、ゴシック様式建築の教会、鋳鉄工場、戦闘の間の牛の群れ。ここではすべてが旧世界の店に並べられたように配列されている。神ご自身がどのように収められているかご存知のはずだ。さて次は再びより自由な領域になる。それはフランス。ハンノキとポプラ、ポプラとプラタナス、プラタナスとブドウ園の国だ。銀色がかった緑、そうだ、銀色がかった緑がフランスの色だ。ピンクのレンガと青っぽいスレート、軽やかな霧のベール、色というよりは光、まるで古老の絵そのものだ。畑には一っ子一人いない。多分ブドウの収穫で忙しいのだろう。トゥレールのワイン、アンジューのワイン、バルザックのワイン、それにドラフェール伯爵様、デュマ三銃士の登場人物のワイン、ギャルソン、ユーヌ・デミプティーユ、ボーイさん、ハーフボトルを一本だ。そこでロワール渓谷の塔よ、乾杯。黒服を着た黒髪の女性、なんだ、やっとボルドーか。樹脂の香りが一晩中漂う。ここは南西フランスのランド県、松の国だ。それから別の香り、きつく気分を高ぶらせる香り、海だ。アンディへ乗り換え。ピカピカの三角帽をかぶった若きカリグラ、暴君だったローマ皇帝ガイウス・カエサルのあだ名を思わせるような警官が、スーツケースに何か魔法の印を殴り書きし、でかい態度で私たちをプラットフォームへ追いやる。もはや核のごとし。私はスペインにいる。カメレロ・ウナ・メディア・デル・ヘレス。ボーイさん、シェリー酒のハーフボトルだ。もはや核のごとし。
赤茶色の変な染料でマニキュアをした怪しい魅力を振りまくスペイン女。とんでもない君、彼女は君には向かない。だがせめてこの景観を詰め込んで家に運んでいけたらなぁ。